まあ、パーキングエリアは、まあ、パーキングエリアやけど、うん、結構大きなパーキングエリアだよね。ああそうね、うん、めっちゃでかい。そうだから部分とかのどっちが、まあ、よくね熊本とか遊びに行くときは、まあ、大体やっぱここに、ね、もう使う。そう使うんですよ。で昼頃が作るから、うん、あ木山行こうって。そうそう、この木山パーキングエリアって実は、はい、佐賀県だよ。ああ、福岡も混ざってなかったっけ。あ、そう、混ざってるんよ。そう、福岡実際そう、撮ってみましょう。だから、福山って佐賀県なんやけど、はい、面白いちょっとパーキングエリアなんで、今日は福山パーキングエリアをご紹介するっていうことでね、撮ってみたいと思います。はい、行きます。はい、広いやろ。広いねえ。駐車スペースもかなり広いんですよ。ほら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 、で、あっち側はトラックとかバスやね。多いよね。ねえ、うん、かなり広いパーキングエリアですね。じゃあ、やってみましょう。はい、もてなす木山。ほら、見てみて、この木山うまかもん横丁って書いてあるんやけど、このほら、むっちゃまんじゅう。はい、あのぶらりかしいで食べたむっちゃまんじゅうやね。で、食べるやん。そう、梅がえ餅があったり。いいね。すごいね。家族揃って佐賀県へ。じゃーん。今現在地が赤いとこですね。木山パーキングエリア。で、南の方にずっと行くと、トスジャンクション。はい。ここの階段、昔さ、エスカレーターやったよね。そう。ねえ、階段になっちゃった。なんでなんやろ。あれかな、うん、雨とかやっぱ故障するとかやな。そうよね、うん。そう、雨大丈夫なんかなとはずっと思い寄ったっちゃう。そう。ねえ。で、ここにはセブンイレブン。そう、セブンイレブンがありますね。で、ここには、セブンイレブンですね。で、サブトイレの案内。で、ドトールがあります。ドトール。ねえ。さあ、で、このドトールを過ぎて歩いていきましょうか。何もないって思われる。そう。ガチなんです。トイレぐらいしかないんじゃないかっていう感じなんですけど。そうなんですよ。実はで結構最近なんですけど、はいはい、ここに電気自動車の電気設備が。そうね、充電設備がね、この奥にあるんですよね。はい。みんなやっぱ広いからトラックの運転手たちはね、はい、ここで休んだり、ね、休むんでしょうね。はい、来ました。これですよ。じゃーん。福岡県と佐賀県のここ県境でしょうね。そうですね。歩いて県境ジャンプしてる。はい、ってことでじゃあお店の方に戻りましょうか。はい、はい、中に入ってきました。すごい。あっ、アップルマンゴーと豚骨ラーメンと肉うどんですね。これがもう、40年以上。40年以上変わらない味らしいですよ。行きましょうか。はい。はい、こちらが伝説の肉うどんです。どうですか。うまそうやね。美味しそうでしょ、うん、じゃあ今から食べていきたいと思います。はい、ちなみに覗くも一緒ですね。はい、いいよ。
どうですか。これはお出かけブンブンってさ、うどん多いよね。多いね。ね、うどん。ああ、美味しそうです。やっぱあの福岡って、うん、他の県と違ってもちもちって言われてる。ああ、そう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 。Okay、そうなんです。コシがなくて。あれね、大食い企画とかでもよく使われたりする。このね、肉の汁がね、はい、この出汁になってね、本当美味しいんよ。そうですね。うん、柏うどんも美味しいっちゃけど、味が違う、出汁の味が違う。やっぱ一番ここ？一番ですね。ブンブンはこのうどんが一番好きです。うん。じゃあ、食べていきたいと思います。はい。いやー、本当美味しかったです。大満足です。ごちそうさまでーす。行ったことないけど、ベビールームもあるみたいだね。で、ちゃんまんじゅうを2つ買いました。じゃーん、さあさあさあ、おー、かわいいですね。どう？いいね。前回ご要望のあったむっちゃんまんじゅうを割ってみるっていう、いきますよ。ハムエッグっていう味ですね。はい、割ってみてください。さあ、うわ、こんな感じです。どうですか、美味しそうでしょ。うん、ねえ、ハムエッグ味です。皆さんどうか福岡に来たらぜひむっちゃんまんじゅうハムエッグ味を食べてみてください。はい。この唐揚げも食べたかったけど、今日はちょっともうお腹がいっぱいいっぱいですね。ねえ、むっちゃんまんじゅうやっぱ美味しくない？うまい。めっちゃうまいよね。うん、この肉巻きおにぎりっていうのも美味しそう。ねえ、いやー、パーキングエリアいいわ。やっぱパーキングエリアとかサービスエリアの旅でも面白いと思う。いいね、うん、ね、はい、どうでした？うまかった。うまかったね。今日食べたのは肉うどんとむっちゃんまんじゅうですけど、はい、他にもカレーとか願い餅とか、ね、唐揚げとかたこ焼きもあるから、もう皆さんぜひ福岡に来たら木山パーキングエリアに来てみてください。はい、ってことで、なんか他にもね、あのサービスエリアのご紹介とかもやっていきたいと思います。はい、はい、ってことで、ありがとうございました。はい、またねー。